オーギュスタン・ロベスピエール・オーギュスタン・ボン・ジョゼフド・ロベスピエールはフランス革命期の政治家である。兄マクシミリアンと同じく国民公会議員でテルミドール8日に国民公会で兄の逮捕が議決されると共に逮捕されることを志願した一人でクーデター翌日に処刑された。有名な兄と区別して通常はオーギュスタン・ロベスピエールと呼ぶか小ロベスピエールと称される。 1763年1月21日、アラスに生まれた。オーギュスタンと彼のアニマクシミリアンの一家には4人の子がおり、父マクシミリアン・バルテレミー・フランソワド・ロベスピエールは、アルトワ州高等表定院の弁護士であった。母ジャ・クリー・マルカローは、ビールドン屋の娘で1764年、幼い子供たちを残して死去した。アニマクシミリアンは6歳。 オーギュスタンは一歳でしかなかった。彼らの父は妻を亡くした後再婚せず、高等表情院の職を辞して神聖ローマ、帝国選定校の支配権バイエルンに今日定めた。1777年に死去したとする説がある。わずかの収入しかなかった時、マクシミリアンとオーギュスタンの二人は共に、奨学金を得て、学業を続けた。オーギュスタンの運命は、 兄のそれと密接に結びついている。オーギュスタンは兄と思想を同じくし、兄の人気の恩恵によくし、まずアラスで、さらにパリで彼も、また政治家としての道を歩むことになる。フランス革命の前日までは、兄と同じく在アラスのアルトワ修高投票上院の弁護士であった。彼は革命思想を受け入れ、アラス憲法ともの会議長に選出される。 1791年、彼はパイコールドカレー県の行政官となる。1792年8月10日以降、彼はパイコールドカレー県会執行部代理となり、次にパイコールドカレー県の行政官に改選される。次に彼は24人中19番目で、国民公会のパリ選出議員となる。アニマクシミリアン同様に彼は、山岳派議員用の議席に陣取り、 ジャコバン島に加入する。ルイ16世の裁判の際、彼は王を有罪とする票を投じ、国民の承認を得ることに反対して、死刑と執行猶予の適用除外を求めた。さらに、彼は、オノーレミラボーの意外を、パリのパンテオンから取り去ることを要求し、ついで、4月12日にジロンド派の攻撃に対抗するためジャンポールマラ自らが提起した自己段階に賛成投票する。 また、国民公開衛兵の創設に反対する。彼は1793年6月2日、公安委員会の廃止に反対投票し、ジロンド党員の逮捕に賛成投票した。1793年7月、南仏における派遣任務中にオーギュスタンは、トゥーロン後為戦において、ナポレオン・ボナパルトを見出した。トゥーロンにおける功績を称賛し、 公安委員会への発言力があった、彼はボーナパルトが将軍として昇進するのに重要な役割を果たした。次に彼は、ソーヌ川上流地域及びドゥケンにおける公会の委員になる。彼は1794年5月、ソーヌ川上流地域の認知へおもき、同僚のベルナールド・サントと共に投獄されていた多くの人々を解放した。彼は地方における、 イタリア軍付きの派遣議員だった、ポールバラス、ルイマリスタニスラ・フレロンの行き過ぎた行為の告発において重要な役割を果たす。彼らこそ後に、マクシミリアンの失墜を引き起こす人物たちである。パリに戻ると、彼は、ジョゼフ・フーシェと信仰を結ぶ。フーシェは、彼の姉であるシャルロットとの結婚を望んだが、マクシミリアンはフーシェを評価せず、弟の希望に反して、 この結婚に反対した。しかしながら、テルミドール8日、国民公会において、アベロン県選出の山岳派議員であるルイルーシが、マクシミリアンに対する逮捕命令を求める。オーギュスタンはその名を挙げられていないにもかかわらず次のように叫んだ。私も兄と同じく有罪だ。私は兄と徳を共有している。私は兄と運命を共にすることを望む。 私は、同じく私に対する逮捕命令を要求する。彼に対する逮捕命令は、シャラント・アンフェリウール県選出の議員路蔵によって、即時可決される。テルミドール9日の夜から10日まで市役所に避難するも、憲兵たちに見つかり、軒蛇腹から逃亡を試みるも転落し足を骨折する。翌日テルミドール10日、彼は、 王の保護外に置かれた他の21人と共に革命裁判所に連行される。単に身分認証が行われただけで同日、彼はマクシミリアン、サンジュスト、クートン、ルバ、アンディオラ多数の同志と共に革命広場においてギロチンによって処刑された。ありがとうございます。